はい、皆さんこんにちは、シラタンです。今回はリクエストでもちょこちょこあったんですけど、私の最近よくやっているメイクをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。最近はもう BB クリームで下地とファンデーションを割らしてしまうことが多いです。BB クリームだけだと少しベタついてしまうので、それをパウダーで抑えます。そして最近よく使ってるエルフのニードイットヌードの方のアイシャドウパレットを塗っていきます。エルフの化粧品どこで買ってますかってよく質問が来るんですけど、アイハーブっていう通販サイトに売ってるのでそこで買っています。オレンジっぽい色味を目尻から目頭にかけてグラデーションになるように塗っていったら、濃いめのブラウンで目尻を引き締めていきます。そして涙袋の影を描いて、アイラインを目尻に少しだけ引いていきます。ちょっとこの日は眉毛ブラウンの気分だったのでブラウンにしてみました。全然黒のアイブロウでも合うと思います。ノーズシャドウも同じ色味でやっていきます。リップなんですけど、ちょっとオレンジだけだと顔がちょっと夏っぽくなってしまうと思ったので、このトープでブラウンさを足してみました。こんな感じでメイク完成です。はい、ということでこんな感じで私が最近よくやるメイクを紹介してみました。で、私結構洋服とかによってメイクとか変えたりとか、あんまり同じようなメイクをしないんですけど、そんな中でも最近やる率が多いメイクをご紹介しました。本当にこのメイクはどんな方でも似合うと思うし、どんなリップとかどんな質でも合うようなメイクになってると思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。リップの色とかチークの色とか変えるだけで春夏秋冬全然違ったメイクになると思うので、アイシャドウが同じでもそういうところを変えたりしてメイクを楽しめるんじゃないかなと思います。少しでもいいなとか参考になったなって思っていただけたら、高評価チャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。